どうもご苦労様でございます、それではちょっと冒頭に、ご説明したいところがございますので、よろしくお願いしたいと思います。次世代の、スーパーコンピューター K および、HPCI の共用の公募を開始というか公募をするということについてご説明をしたいと思います。で、K はご承知のとおり今年の6月スタートいたしました。で、 K および K を中核とした革新的、ハイパフォーマンスコンピューターコンピューティングインフラ HPCI について、このについては9月末の供与開始を目指し準備を進めているところで、ございます。それで、K およびこの HPCI の利用につきましては、産業界を含めた幅広い、利用者を対象として一般公募を行って、課題審査委員会の審査を経て利用者の選定を行おうとして、おります。これを本日5月9日より、この窓口である登録機関である高度情報科学技術研究機構において、公募をスタートさせたいとしているところでございます。で、我が省文科省といたしましては、この公募に対しまして、画期的な成果の創出につながっていく優れた、研究課題が多数提案されることを期待もしたいということで、K およびこれを中核とした HPCI が多様な利用者のニーズに応えられて最大限活用されていくようしっかりと取り組むというように体制を整えていきたいというふうに思っております。なお、お手元には資料は出てない？あ、ないんですか。ホームページ等で、この先ほど申し上げました高度情報科学技術研究機構のホームページをご参照いただければというように思っているところでございます。ぜひ PR を今日からスタートしましたので、よろしくお願いを申し上げるところでございます。以上です。それでは幹事社から一問質問させていただきます。はい、東京電力の、次期社長に、はい、広瀬直美氏が内定しました。はい、福島第一原発事故の賠償への期待等も含めてご感想をお願いできればと思います。はい、ご存じだと思いますが、今年の1月だったでしょうか、当時の副社長さんと今度ご就任される広瀬社長さんも当時は常務でございましたが私の部屋へお入りをいただきました。その時にはやはり誠心誠意謙虚な気持ちを持って迅速に公平に対応していただきたいというお願いもし、人頭指揮をしっかり取っていただきたいということだけをその時副社長とこの広瀬常務に申し上げました。非常に今回の非常に残念な事故ですが、その経過そしてまたいろいろ対応してこられた賠償の問題だとかいろんなその時その時の対応についてはある意味では一番よく知っておられる方だというように思っておりますし、やはり今申し上げたように誠心誠意、被災者の皆さんはじめ、関係の皆さんとの思いをしっかり受け止めていただいて、陣頭指揮をお取りをいただきたいというように思って、いるところで、ございます。期待もさせていただきたいというように思っております。それでは各社から質問お願いします。冒頭におっしゃった
たその一般候補ですが、はい、具体的には小村副大臣がどういうそのことに、まあ、先ほど最大限活用してほしいとおっしゃったんですが、どういう分野でこう活用してもらえたらと思っていますか。まあ、特に、まあ、個人的な考えですが、医療関係なんかですね、いろんな疾病等があるわけですが、そういう分野で大いに活用していただけたらというように思います。それとやはり今回のような地震あるいは津波、そういう予測あるいは分析、予知等をですね、しっかりそういうものでやっていただける、そういうものをやはり大いにこの経営を活用いただいてですね、なしていただければありがたいなというふうに思っております。まあ、できるだけそういう説明を受けたんですが、できるだけやっぱりそういう方法をして皆さん方にお使いいただいてこそ、この経営のネルシーというかですね、世界一のこれだけのものがですね、利用していただいてこそ、効果がしっかり出てくるわけですから、それに期待をしたいというふうに思います。医療関係というのは、まあ、これからその、まあ、高齢化社会を迎え、かつ、まあ、確か神戸 の県の病院とかその医療機関がたくさん集まっているところがありますが、そういうようなところからということでしょうか。そういう意味もありますね。まあ、だから今までに発見というかそういうことがあまり分かれてなかった病気だとかいろいろあるじゃないですか。まあ、そういうの分野もですね、まあ、心臓だとか癌だとかいろんなもののそうした摘出だとかいろんなことがやっぱり、期待もされているところですから、そういうものをしっかりと循環器等のそういうものをしっかりやっていただけるようなことになればいいなと思っています。すいません、はい、東京新聞の榊原ですが、はい、核燃料サイクルの見直しが、はい、原子力委員会の、まあ、小委員会の議論が、まあ、佳境を迎えてきているんですが、はい、まあ、その再処理、今現状の再処理、全量再処理と、まあ、今やっている直接処分を、まあ、併存する、両方やるという案ですとか、まあ、判断を先送りする留保などの意見が出ているんですが、まあ、これらの結論も、まあ、文書の存廃にも関わってくると思いますが、副大臣として、まあ、検討の状況を今現状どのように見ていらっしゃるか。まあ、これはですね、文書そのものの、ことに基本的なことに結びついて一つ入るのは最後におっしゃったようなこともありますし、まあ、それとやっぱり原子力庁の今担当していただいている皆さん方がですね、どういうような結論を指して出していただけるか、いろんなもう少し奥深い議論をしていただいてですね、我々にまたいろいろとそれを教えていただいてどうするかというふうにしていきたいと思っています。今の段階で、どのこのというちょっと私自身焦燥というか私に意見自身も持っております持ちかねてますので、また、しっかりとそういうものをお聞きした上で